ウィットリー、デビット・メリフィールドは、アメリカ合衆国ノースカロライナ州、デイビー軍アドバンス出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のカンザスシティロイヤルズ所属。愛称は、ウィットバード。2010年に行われた、カレッジワールドシリーズで、ジャッキー・ブラッドリー・ジュニア、サム・ダイソンらと共に、サウスカロライナ大学の優勝に貢献した。 2010年の MLB ドラフト9巡目でカンザスシィロイヤルズから指名されプロ入り。契約後、参加の A 級バーリントンビーズでプロデビュー。47試合に出場して打率。253、5本塁打二26打点、5盗塁を記録した。2011年は A 級ウィルミントンブルーロックスでプレーし、126試合に出場して打率。六十二 5本打、三36打点、24盗塁を記録した。2012年は AQ ウィルミントンと AAQ ノースウエストアーカンソーナチュラルズでプレーし、2球団合計で125試合に出場して打率。258、9本打、四44打点、28盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、サプライズサグアロスに所属した。 2013年は A 級のスーエストアーカンソーでプレーし、94試合に出場して打率、273本塁打、43打点、17盗塁を記録した。2014年は A 級のスーエストアーカンソーとトリプル A 級、オマハストームチェイサーズでプレーし、2球団合計で120試合に出場して打率、319、8本塁打。 49打点、16盗塁の成績を残した。2015年はトリプル A 級オマハでプレーし、135試合に出場して打率。265、五本塁打、38打点、32盗塁を記録した。2016年6月6日2016年は開幕をトリプル A 級オマハで迎えた。5月18日に、 ラウル・モンデシーの出場停止の影響で、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。同日のボストン・レトソックス戦にて、9番、左翼手で、先発出場して、メジャーデビューし、この試合で、初安打も放った。以後ルーキーながら二類種のレギュラーで起用されるようになり、最終的には81試合に出場して打率。283、日本類打、29打点。 8投塁を記録した。2017年も開幕は、トリプル A 級オマハでスタートしたが、9試合の出場で、打率、412、3本塁だと好調を維持。開幕から2塁を守っていたモンデシーが不調だった、こともあり、4月18日にメジャーに昇格。その後はマイナーに降格されることなく、レギュラーに定着。主に一番打者として試合に出場し、 初めて規定打席に到達した。打率、288、19本類打、78打点、34盗塁を記録し、盗塁王のタイトルを受賞した。2018年は二類種として、自身初の開幕戦先発出場を果たした。20試合連続安打、192安打、45、盗塁はいずれも、両リーグ1位で、盗塁王は2年連続での受賞となった。 他にも打率304、12本塁打、4 2二塁打、オプス806の高成績で MVP の投票では17位だった。オフの2018日米野球で来日した。2019年1月28日、ロイヤルズと4年総額1625万ドルで契約延長。全162試合に出場し、打率302、16本塁打。 74打点を記録したが、盗塁は20と減った。日本の TBS 系で放送された、正月番組、究極の男は誰だ最強スポーツ男子頂上決戦2018年大会に出場している。ありがとうございます。